はい、太田です。おはようございます。おはようございます。恋がたくさんいますよ。見てください恋。私じゃない、私恋じゃない、私映ってないしね画面に。はい、玉川郡長洲町やってきてます。恋もいますが金魚も有名ですよね。そうです。今日はですね、元気元気、金魚すくいのコツなどをご紹介したいと思います。お楽しみに。また後ほどお願いします。楽しみにしてます。キマンボが最初から暴れてますね。昔々、長洲という町にフレキンちゃんがおりました。いつものように鯉に餌をやってると、そこへオガッチとクマモンがイチャモンをつけにやってきました。おいおい、フレキンちゃん、ここで何やってんだよ。困ったフレキンちゃん、そこへやってきたのが金魚売りの浦島さんです。金魚へ、金魚へ、ほら、なんかしよってかい。ほら、お前もそこ、なんで金魚売らんたいな。なんだ、フレ売りの浦島さんじゃなかった。食ってかかるクマモンとオガッチ、さあ大丈夫か浦島さん、負けるな浦島さん、二人かかりで大変だ浦島さん。そこにフレキンちゃんも入ってきた。さあどうなってしまうのか。さあこれは大変だ。さあそしてみんな一つ輪になって、さあフレキンちゃんとクマモンの戦いです。さあ筋書きが変わってしまっています。さあどうなるんでしょうか。え、最後はみんなで輪になって踊って幸せな日々を送ったと。輪にもなってませんよ。おしまい。練習しなさいよもう少し。終わらないかと思いました私。クマモン予定と違うじゃんな。お願いいたしますよ。クマモンのアドリブが発揮されました今。発揮されたんですか今の。もうそうなんです。改めましておはようございます。おはようございます。お願いします。今日はフレキンちゃんと浦島さんにもね登場してもらいました。ありがとうございます。浦島さんおはようございます。浦島さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。浦島さん聞こえますか。はい、聞こえますよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、今から頑張ります。いやいやいや、お願いします。ありがとうございます。早速行きましょうかね。さて今日私たちはですね、玉川郡長洲町にお邪魔しています。はい、でこちらの場所がですね、金魚と鯉の里広場なんですけども、うん、今ご覧いただきました池、そしてですね、もう広いですね芝生があるんですよね、うん、見てください。もうテントが設営されていますよね。あ、実は今度の土曜日日曜日に家族で楽しめる催し物があるんですよ。では早速ご紹介していきましょう。お話しいただきますのは松岡さんでございます。はい、松岡さん、おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。ねえ、あら可愛らしい。ねえ、ねえ、あの今度土曜日日曜日どんなことが開催されますか。3日4日に第19回火の国長洲金魚祭りが開催されます。近い、まあ、もう近い、かわいいですね。そう、森田さんおなじみですよね金魚祭り。今年で19回目を迎えますけれども、内容はどういった内容になってますか。はい、2日間を通していろいろイベントが行われるんですけども、ね、3日には県内外のゆるキャラ大集合などのステージイベントが開催されます。大体あの毎年何人ぐらいの方が来なはですか。2日間通してですね、昨年は3万5000人来場者がいらっしゃいました。多いですよね。今年あの天気が良さそうなんで、さらにね、はい、来場者の方も多くなるんじゃないでしょうか、はい。でこの総合司会がなんと、はい、オガッチなんですよね。オガッチ、はい、5月3日に司会をさせていただきます。皆さんぜひ遊びに来てください。尾形さん長いですよね司会これ。そうですね、もう、まあ、4回4、5回させていただいております。ちょっと熊本が見したいものがあるそうです。見てくださいこれ、このプログラムが載ってるんですけども、オガッチの写真見てください。かなり修正してます。してないですよ、ちょっと。だいぶ前の、あ、今と昔だいぶ違うって、違うって。すみません、3年前の写真だいぶちょっと。3年前の写真。すみません、本当。お父さん。お父さん、お願いします。
本当にちょっと話戻しますけれども、はい、なんといっても目玉がですね、3日に開催されます金魚すくい選手権大会ですよね。はい、はい、これどういったものですか。はい、8月に奈良県で行われる全国大会の九州予選となっております。あ、普通の金魚すくいとは違うんですよね。そうですね、公式ルールがありまして、はい、小中学生の部と大人の部に分かれて、各200名ずつで行われます。へ、どなたでも参加できるんですか。はい、小学生以上だったらですね、当日受付も行っておりますので、10時半から12時までの間に会場に来ていただけると接着順なんですが参加できます。はい、あのこれ何ですか、九州大会ということは優勝した方は全国大会ですか。はい、全国大会の出場権が与えられます。出場、かわいらしい。出場権が与えられます。許しましょう。はい、ちょっと甘いですね。かわいらしい。大丈夫ですよ。まあいいですね。はい、せっかくなんで、小勝とくまモンとフリキンちゃんにですね、はい、金魚すくいやっていただきたいと思いますけど、まずはお手本をですね、浦島さんにちょっと見せていただきましょう。これコツとかありますか。いろいろありますよ。はい、プロでしょ。金魚はですね、はい、尻尾から追いかけたら逃げますから、はい、この頭の方からこう上げてください。頭の方から上げる、はい、これをですね、金魚を乗せたら乗せてみますよ、はい、金魚を乗せたらそのまま上げたら、あ、すごい、私だったらそのままにずっと、はい、ここからこれをこうですねどっちにもいいですから、はい、角度をですね、これですね、ちょっと角度をつけることによって水を切る効果もあるんですね。一番に水を切って、あ、金魚早く水に戻してください。そうでした、そうでした。金魚を水に戻してくださいね。お願いします。それはですね、この後ねやっていただきたいと思いますけどもね、はい、これは裏と表がありますけどですね、いいですね、はい、あのこっちがですね、こっちの方からしたらですね、これ貼ってある方ですね、貼ってある方じゃなくて、こっちの反対側を使ってくださいね。はい、たらですね、これに引っかかりますからですね、はい、金魚がですね、はい、こうやって上げるときに、はい、逃げていかない、引っかかるんだ、あの口に。それのコツがあります。わかりました。これは私のなんですからですね。なんですか。コツですね、わかりました。今もフレキンちゃん分かった。これ正式なルールをちょっと教えてもらっていいですか。金魚すくい選手権の一船500匹に金魚、500匹の金魚が入ってまして、はい、3分間で何匹すくえるかを競ってもらいます。はい、片手だけ使うので注意してください、はい、そうなんですよね、はい、では小勝とくまモンとフレキンちゃんと、せっかくなんで名人の浦島さんにも挑戦してもらいたいと思います。はい、では準備のお願いします。はい、よろしくお願いします。今日時間の関係上30秒で金魚すくいやっていただきます。さあ誰が一番すくうことができるんでしょうか。いや楽しみですね。いきますよ。フレキンちゃん仲間ですね。はじめー、すごいくまモン、こら、浦島さんが今2匹すくいました。さあ、さすが。フレキンちゃんはなんともう破れてしまってます。これがさあどうなんでしょうか。まだ小勝とくまもすくえてません。浦島さんが順調に数を伸ばしてます。5秒目、4、3、2、1、終了です。下手だねみんな。数えてみたいと思います。並んでください。だだこれ意外とね金さんになるかと思ったんですが、そうでもないですね。じゃあ小勝から見ていきましょう。はい、はい、小勝さんが1匹、くまモンが1匹、フレキンちゃんが0、そして浦島さんが3匹。優勝は浦島さんです。さすがでございます。さすが名人でございます。完璧ではですね、はい、ちょっと何にかいきませんね、これ。あの太田さん、反省しましたよ。太田さん、さっきは浦島さん喋ってらっしゃるからあんまり伝わらないんですけど大丈夫ですかね。あの、なんですね、感ですね、が大きいですね。いや、これが浦島さんなんですよね。そう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 、はい、そうなんです ね味がありますね。浦島さん、はい、私ほら一緒に金魚すくいやったことあるじゃないですか昔。あ、一緒に、はい、私の腕前のこと話してくださいよ。私の腕前がどうだったか。栄太郎さんは金魚すくい上手でした。あ、私は栄太郎さんの方が上手。そうなんです。私うまいんです。びっくりしましたよ。あ、そうなんですね。ここでやったんですよ。じゃあ栄太郎さんもぜひですね、ご参加してくださいよ。いや、参加します。はい、はい、はい、
当日受付ですからね、ぜひとも参加してください、はい、待っています。はい、さあ中継の後半は金魚まついただきます。美味しいものご紹介します。お楽しみに。フレキンちゃん素敵。クマモン、あんた奥すぎる。あ、見てこれ。さあ今度の土曜日日曜日金魚祭りが開催されます玉名郡長洲町にやってきています。中継の後半ですね、美味しいものと特産品ご紹介しましょう。はい、ご紹介したいと思います。松岡さん、はい、長洲町の特産品といえば、はい、こちらアサリガイです。こちらです。出た、出ました、アサリガイ。これは長洲町 の海岸で取れたアサリガイですね、はい、昨日取れたばっかりのアサリガイです。ね、はい、そのアサリガイを使ったお弁当があるんです。そうなんですよ、ご紹介したいと思います。こちらです。じゃじゃーん、長洲チャーメシ弁当です。ですよね。これ一回ご紹介しましたよね、尾形さんね。はいはい、ご紹介しましたよね、なんかふるさと代理かなんかで。ご紹介しましたよ ね、 すいません、多分忘れてたと思います。はい、ご紹介しておりますがちょっとですね、詳しくご紹介したいと思いますよ。忘れてましたよね、完全にね。いや長洲キャベジ弁当はどういったお弁当なんですか。はい、これはですね、はい、平成23年度にですね、はい、あの組合の総会の時、長洲には何も名物が中から、はい、ここはどがんかしない完売というところでですね、はい、組合員一同考えてですね、作った弁当です。そうですよね、ちょっといいですか、はい、すみません、クマも並べてますけど、これ囲碁じゃありませんから。アサリがいいですか。囲碁じゃありません。遊ばないでください。囲碁よろしくお願いします。太田さん正解です。さあすみません、脱線しましたが、さあこの長洲キャベジ弁当の中ちょっとご覧いただきたいと思います。、はい、どんなお弁当なんでしょうか。いきます。じゃじゃん、うわ美味しそう。キャーということで、これちょっとね、アサリガイが入ってますけれども、うん、これ炊き込みご飯になるんですかね。はい、アサリの炊き込みご飯です、ね、でこれは長洲の代表する金魚を形取った、かわいい、ね、人参ですね、はい、ギョ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 。そして材料具材なんですが、これ長洲も目立ちますけど、これ何ですか。これイイダコです。イイダコ、はい、これも長洲の、はい、有明海産のイイダコを使いました。そしてこのお団子気になるんですけども、これは、これは的ばかり団子といってですね、はい、長洲では五将棋団子と呼ばれております。これなんかさつまいもと米粉、はい、米粉で作った、はい、あんこでね、はい、あ、なるほど。本当に長洲町がたくさん詰まってますが、はい、1個900円でいただけるそうですよ。はい、じゃあちょっと私実際にいただいてみたいと思います。カイね、キャージね、カイキャージね、アサリキャージ、アサリキャージ、ちなみにキャージって何ですか。アサリガイのことです。でこの弁当を食べながらですね、長洲キャーメシ新聞を読んでいただいたら、長洲のことがいっぱい紹介しております。小形さん、味どうですか。うん、うわ、もうアサリの出汁が出てて染み込んでて美味しいです。すいません、そこボコボコ言わないで。ボコボコさせないでください。はい、やっぱね、はい、ボコボコさせない。ぜひ3日4日食べていただきたいですね、はいはい、おいでください。お願いします。でお買い物も楽しめるんですが、お買い物した方限定の特典があるんですよね、松岡さん。はい、松岡さん、どこですか。すいません。はい、5月4日に、はい、婦人会と長洲町観光協会のご協力で4日貝汁を無料配布するんですね。そうなんですね、はい、その貝汁というのがこちらでございます。パカー、わー、おいしそう。めっちゃおいしいわ。おいしいですよね。アサリの量すごくないですか。これアサリの量すごいです。本当にお出汁がずっと多分染み込んでますけれども、これをですね、熊本さん、レフ板とかいりませんから、綺麗ですから大丈夫ですか。お鍋の蓋を使ってレフ板にしても、あ、ありがとうございます。あ、これ大事。すいません、脱線トリオで本当にすいません、本当に、はい、さあこのアサリの貝汁をですね作ってくださった方々、こちらです。長洲町の婦人会の皆さんです。おはようございます。朝からありがとうございます。レフ板いりませんか。いるかもしれない、いらないですね。小川さん、お願いします。リーダー、はい、
今年のアサリ、はい、どうやんですか、出来具合は。もうね、本当に大きくできて、18年ぶりに長洲の海岸でたくさん取れてます。18年ぶりとおっしゃった、うん、最高です。18年ぶり。そうなんです、はい、今まで取れんだったんですか。取れ出しました。今まで取れてたんだけども、さらに今年多く取れたんですね、はい、そうなんです。今までは少なかったんです。じゃあちょっとね、いただきたいと思います。身が大きいですね、やっぱり。とても今の時期が一番美味しい時なんです。そうですか、はい、あ、美味しい。絶対美味しいよ。アサリのお出汁が本当に違ってて、今日はお味噌で、はい、アサリもプリプリでしょ。ですよね、アサリもプリプリ、噛めば噛むほど味が出てきますね。美味しい。松岡さん、改めてどうやったら食べるんですか。はい、これは4日の祭り会場で1店舗500円以上お買い上げの方にはこの貝汁を食べていただきます。浦島さんがマイクの位置が違うのか。浦島さんが入ってきました。いや、うまかですか、やっぱり、ね、だからね、買い物楽しんでこの、ね、無料の、ね、貝汁もいただいてください。さらに貝汁楽しむだけじゃなくて、貝掘りも楽しむことができるんですよね、松岡さん。3日4日、祭りの後には、はい、潮干狩りに行っていただきたいと思います。どうやったら参加できるんですか。はい、これは、高校生以上の方1000円払っていただければ、ね、有明フェリーのちょっと奥の方になりますが、ね、そちらの方で楽しんでいただけま す, す、ね、大体どのくらい取れるもんですか。2、3キロ。うわぜひご家族で楽しめますよ ね, そうですよね、はい、日焼け止めはしっかり塗ってかですね。ぜひ皆さんね、始めてくださいね。さあ、そしてですね、今日フレキンちゃんに来て、あらららら、浦島さん、浦島さん、浦島さん、今から紹介するやつなんですよ。こちらですね、ちょっと段取りがちょっと前後してしまいましたが、これからご紹介します。こちらはですね、フレキンちゃんの奴隷なんですよね、はい、このお祭りでお披露目となります。改めて松岡さん、ご紹介お願いします。はい、愛知県の瀬戸市との交流の中で生まれた瀬戸焼の奴隷になります。鈴ですね、はい、そうなんですよね。ちょっと振ってみてもらってもいいですか。上は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 。しかもですね、こちらプレゼントがあります。はい、3名の方にプレゼントさせていただきます。はい、はがきでご応募ください。郵便番号 860-8691 TKU 型欄でフレキンちゃんの奴隷係まで。締め切りは5月8日木曜日必着となっています。いやー、お買い物からですね、金魚すくいから美味しいもたくさんあるんですけども、じゃ場所の方ご紹介しましょう。こちらです。はい、熊本市内から車でおよそ1時間ですね、国道501号線を長洲町方面に向かってください。あのガソリンスタンドがね、目印となっていますけれども、ここの角を左に曲がって500メートルほど進みますと今回の会場です。金魚と鯉の里広場です。5月3日土曜日が9時半から16時まで、4日日曜日が10時から16時までとなっています。すべてのお問い合わせはこちらまで。長洲町役場0968-78-3219 0968-78-3219 番となっています。さて、はい、来週の出張熊本と語らんではこちら、熊本市動植物園からお送りしたいと思います。 TK の日に語らんでがありますからね。はい、ご紹介しますよ。では最後に皆さんにご挨拶、松岡さんお願いします。はい、2日間を通して親子で楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひ皆さん来てください。はい、せーの、待ってまーす。ありがとうございました。ありがとうございました。